勉強はやろうって思わないとなかなかできないものだけどでもやらなかったらやらなかったで後悔するものでもあるんです学生の時は「勉強なんて!」って思うけれど大人になってからは「ああもっと勉強しとけばよかったな」と思うものです人生において勉強というのは 大事なことなんだろうなと思って今のうちから楽しいことからでいいので勉強してみてください苦手なことを勉強しなさいって言うけれど楽しいことを積み重ねていくと勉強って楽しいなって思えることがあるかもしれませんそうすると苦手なことにもチャレンジしてみようかなって思えるようになりますそれがいいきっかけになります そして高校受験も楽しんでいってください。最初から勉強やだというところから入っていってしまいがちだけれど得意分野をどんどん伸ばしていくこと楽しいと思えることが大事です。自信をつけるとその他のことも簡単にできるじゃんっていう意識になりますよ。